アイテム番号 SCP-1983。オブジェクトクラスケテル。現在はニュートラライズドと推定。特別収容プロトコル。SCP-1983 を囲むように駐屯地54を建造し、化学プラント工場に偽装してください。プラント工場は機動部隊 CHI-13、少年聖火隊の兵舎として使用します。駐屯地54のすべての入り口に警備を配置します。職員は文書1983-12を熟読し、興味を示した周辺市民に対するカバーストーリーを把握してください。すべての機動隊員は CHI-13要項に従い新人深い隊員で構成しています。金または先端が銀で作られた弾を備蓄してください。SCP-1983-1 の入り口には24時間時計を常に設置します。警備に当たる隊員は SCP-1983-2 が現れた場合は直ちに降戦してください。予定されている実験以外で SCP-1983-1 の5メートル範囲以内に近づいてはいけません。更新、事案1983-23号、駐屯地54からの撤退が許可されました。SCP-1983 が今後活動する可能性もあるため監視員として最小限の隊員を残します。再び SCP-1983-2 が活動した時のために駐屯地54の兵器庫に武器を残します。説明、SCP-1983-1 はワイオミング州郡にある平屋の農家です。悪魔的、カルトによるものと伝えられる連続した儀式的殺人の後、1968年に廃屋となりました。詳細については SCP の捕獲記録を参照してください。SCP-1983-1 の正面玄関を開くと、内部に異空間があります。SCP-1983-2 の事例を除き、戸口から物質や光が出ていることは観測されていません。ただし異空間は熱を発しています。SCP-1983-1 には、窓や裏口や裏の壁の裂け目といった他の入り口から侵入可能です。しかし、SCP-1983-1 内部に今は存在しないようです。今に通じるはずのドアは、建物内の他のドアに通じています。SCP-1983-1 の内部と外部の寸法は一致しません。SCP-1983-1 内部の壁に今に通じるように穴を開けると代わりに SCP-1983-1 正面の外壁に通じますが、戸口の左右3メートルで止まります。SCP-1983-1 の外壁から今に向かって穴を開ける実験が行われたところより小さな異空間が出現しましたが、それらから SCP-1983-2 が出現する事例は観測されていません。SCP-1983-2 の出現可能性を増大させる恐れから、これ以上壁を壊すことはオフアイブ3によって禁止されています。SCP-1983-2 はおよそ 1.8 メートルの二足歩行の生き物です。彼らは全身が黒く人型のような見た目をしています。彼らは非常に気性が荒く、人間に直ちに襲いかかります。SCP-1983-2 は人間と接触すると肌や組織に傷をつけずに人間の凶行に上司を入れ、未知の方法で心臓を引き抜き人間を殺害します。一旦心臓を引き抜くと SCP-1983-2 は SCP-1983-1 へと戻ります。SCP-1983-2 は祈りを受けた銀の弾丸でのみ殺せます。正式な祈りや信者の祈りではなく、心を込めて祈ることが重要です。SCP-1983-2 は殺されると小さな硫黄の跡を残し、蒸発します。SCP-1983 は群周辺で発生した不可解なしの事件の後発見されました。財団調査員は SCP-1983-2 の後を追い SCP-1983-1 を見つけることができました。ホイ1機動部隊 CHI-13 の一部隊を怪奇現象の調査のため戸口から内部へと派遣。帰還せず。しかし、彼らが入室するとすぐに正面入り口のドアが出現し、彼らを異空間に閉じ込める。SCP-1983-2 は出現せず。
ホイに第1九州部隊の安否を確かめるため第2九州部隊が SCP-1983-1 に侵入。帰還せず、扉は閉まらなかった。SCP-1983-2 が現れたためエージェントモーリスが戸口に入り、直後に扉が閉まる。ホイ3万、1989年5月23日、D-14134 は、25メートルの高度で外部と接続された有線式テレビカメラを渡される。彼は可能な限りの内部調査と帰還を命じられる。一度戸口を過ぎるとカメラの映像は遮断。コードはピンと張り詰めたかと思うと、パチンと音を立て切断される。数時間後、SCP-1983-1 の怪奇現象が消失する。中には数人のエージェントの干からびた死体があり、当該 SCP についてまとめられたとみられる非公式のレポート、文書1983-15が発見される。内容は以下の通り。アイテム番号わかんねえ。オブジェクトクラスケてる。かわいそうに。特別収容プロトコルあんたは死ぬよ。残念だけど。これは脅しじゃねえ。俺はエージェントバークレイ。俺はこの呪いの中にいて、あんたに話してる。あんたもここに来たのか。あんた死ぬよ。俺はすでに死んでるだろうけどな。だから出れねえ。さっさと封印しな。方法はただ一つ。まじなわれた扉を閉めることだ。その扉を通っても戻れねえからな。まあ、もう試してるか。だけど奴らは本気になれば外に出られる。そのせいで俺らはこのクソったれな場所を見つけちまったんだからな。あんたがもう扉を閉めてくれてるといいんだがな。俺らはもう閉めた。外に出るのは諦めたんだ。まだやってねえなら、まっすぐ戻って扉を閉じな。それが今、あんたがやるただ一つのことだ。何にせよ、あんたは死ぬ。死ぬ前に何かいいことしときな。説明。んで、ここから説明だ。もう知ってるかもな。財団はアメリカのど田舎で問題が起きたと知らされる。牛や野生生物が変死したんだと？行方不明者の数は増えるばかり。見つかっても心臓がなくなった死体で見つかる。切ったり、裂かれた跡もなくな。胸の真ん中だからなんだと。奴らは真っ黒いカスみたいなのが浮かんでるのを見つける。似たような奴を見たことがある財団の秀才野郎が、殺し方を発見した。神に祈りを捧げた銀の弾丸をぶち込めばいいってな。文字通りにな。なんでかは知らんが、それでうまくいく。どの神かは関係ねえ。あんたが心を込めたかが重要だ。俺にはもうできねえがな。巣を見ちまったからな。とにかく、財団はあれがすべてどこから来んのかわかってる。村の真ん中にある、なんかの家だ。殺人やらカルトやら儀式やろうわごとわめくやらなんやらあって以来そこには何年も空き家だ。肝心なのは、ここの玄関から奴らが出続けてるってことだ。舞台がそん中入っていったが誰も帰ってきやしねえ。でも、バケモンも出てこなくなった。正気な奴ならこう言うだろう。十分だ、目を離すな。少しでも動くものがあれば殺せ。だけど、これがこの財団だ。あんたはどのクソ部隊のタフ野郎だ。スクエイレ、ノースか、俺みたいに聖火隊か。あんたは扉をぶっ壊して中に入る、それだけ。そしたら終わりだ。今は最悪だ。そこはオブライエンが捕まった場所だ。捕まるとあいつは突然ぶっ倒れ、奴らの一人が心臓を取ったんだよ。爪で、だったかな。奴らはここでは不明瞭だ。もう気づいてるだろうが。奴らは影みたいなもんだ。光から離れろ。バカみたいな話だけど、そうしろ。光の中で、影は強くなる。奴らは、輪郭、を持つ。暗闇では奴らは不明瞭になる。奴らはあんたにほとんど触れられないし、見ることもできない。俺は奴らは影を見てるんだと思う。わからねえが。正直なところ、ここじゃわらにもすがりてえ。あんたはもう扉で戻ろうとしただろうな。だけどできねえ。それはもっと最悪な場所に繋がってる。そこに化け物はいない。だけど、外に出て家から離れたジョーンズは、信じられねえかもしれないが、溶けた。あいつの身体から何かが弾け出して、そして、あいつが戻ってきなかったってことよく覚えておきな。そして、俺らは扉を閉めた。それで、俺らは家の中を動き始めた。気づくまで俺らは光をつけ続けた。三人がそれでやられたが、おかげで周囲をよく観察することはできた。ここがどこかってでかい。
ただの農家じゃねえ。ここはまるで色々な場所をかき集めて継ぎ合わせたようなとこだ。アパートみてえなとこもあればショッピングモールみてえなとこもある。信じちゃもらえないかもしれんが、俺の高校のロッカーまでありやがった。タイルも何もかも同じやつだった。他にはなんでできてたと思う？ゴミだ。それは黒く、影みたいで、ほとんどが光に照らされていた。明かりが消えれば、あんたも手を入れられる。やめといた方がいいがな。それでトレスは消えた。なんかがあいつを捕まえると、引っ張られていった。穴は小さかったが、それでもあいつは引っ張られていった。だから、光は避けろ、暗闇で足元を見続けろ。もちろん、脱出はできねえ。俺らもそれは理解した。あんたが見つける扉はこの基地外病院の別の部屋に着くか、外に出るかだ。ようやく俺らは死ぬんだとわかった。そう、ここじゃ餓死するか、奴らに捕まるかしかねえ。感動的な選択だよなぁ、ええ？ここであんたがやることは一つだ。俺はやりきれなかったが、あんたはできるかもな。それをしてもあんたが生き残れるとは思わねえ。でも大事なことだ。誰かがやってくんなかったら、奴らはいつか外に出てくる。間違いなく。ここはいろいろな場所を奪い取ってできたものだ。それで、俺はこう考えてる。ここにはまだ他に扉が存在するに違いないと。俺らは見つけた扉をすべて閉じ切った。だけど、また扉が開いたら、その時財団が奴らを見つけられなかったら、クソが、あいつらは扉を閉めることすら知らねえんだ。また誰かこの中に入れば奴らを止められるってことに気づいてくれるのを願ってる。もっとも、入った奴がみんな扉を閉めるくらいには頭が回るって仮定の話だがな。そうか、俺はこれを止める方法を見つけたと思う。それは巣だ。俺は一度だけ、3分見ることができた。デニングの心臓を抜き取ったクソ野郎を俺らは追った。俺はこの部屋が全ての中央にあるんだと思う。それは真っ黒で、どんな明かりも吸い込むことができるんだと思う。ランプ、懐中電灯、ろうそくなんかもな。他の奴らも運んでいったのを俺らは見た。とにかく、中央にたくさんの心臓でできた塊がある。心臓はどれもこれも山に投げ込まれて、引き裂かれてた。奴らはデニングの心臓を放り込むと、それは鼓動し、脈打ち、のた打ち回った。それから引き裂かれて、心臓を一つ引き抜いた。それは震えて、成長し、動き始めた。塊がバラバラになっても心臓は鼓動し続けた。俺の胸もうずくのを感じた。そこは影の集まり。化け物ってことじゃねえ。本当の人間の影の集まりだ。人間から伸びてる影は一つもない。影は心臓から伸びていた。そして、新しい影が現れると同時に化け物が生まれた。影の奴は心臓から離れようとしていたが、離れられなかった。俺は逃げた。俺は耐えられなかった。わかるか？俺はこのクソったれな状況に対処する訓練なんて受けてねえ。俺の後ろで何か聞こえた。それが俺を呼び止める仲間の声なのか、化け物が俺らを見つけた音なのかわからないが、俺は皆と別れた。俺は隠れるのにちょうどいいクローゼットを見つけ、それ以来ずっと隠れ続けている。俺はこれをペンライトで書いている。奴らが近づく音が聞こえたら、オフにしてる。今のところ、このやり方でうまくいっている。俺はここから動けない。俺の銃には弾が少し残ってるが、意味なんてねえ。もう祈れない。巣を見ちまった。だけど、あんた、これをあんたが見つけたら、俺に代わって、やり遂げてくれ。多分、あんたは俺よりも強い。決心がついたら、巣に行ってぶち壊してくれ。すべての心臓をぶっ壊すんだ。そしたら、奴らを殺せるかもしれねえ。これが俺が考えられる唯一の方法だ。あんたは死ぬだろう。でも何やってもここじゃ死ぬんだ。だから何の問題もないだろ。俺はこれから今へ向かう。あんたがこれを見つけてくれることを祈って。もちろん、俺の心臓は奴らに使わせない。幸運を、死に行く者より敬礼を。当該 SCP は D-14134 によって無力化されたと推測され、彼の死に財団の勲章が贈られた、財団史上、D クラスで叙勲された二人のうち一人。文書1983-15から得られた情報により、この異常な現象は局地的なものにとどまらないと考えられており、
類似の事案の調査に新たな人員が当てられている。